の俳優映画マンチェスター・バイ・ザ・シーで2017年の第89回アカデミー賞助演団優勝の候補者となった。ニューヨーク市ブルックリンハイツで詩人、女優のスーザン・ブルースとアカデミー賞にノミネートされたことがある脚本家、監督のピーター・ヘッジズの二人目の子として生まれる。兄のサイモンがいる。ブルックリンハイツやコブルヒルで育ち、父の映画撮影のセットを よく見に行く。ニューヨーク市にあるセントアンズスクールの卒業生で、現在はユニバーシティオブノースカロライナスクール・オブ・ジャーツで演劇を学んでいる。子供の頃に父が監督した長編映画40男の恋愛事情にエキストラとして出演するも、その出演シーンはポストプロダクションの段階でカットされる。中学の演劇の上演作で演じてた時、 その観客だったウェス・アンダーソン監督作、ムーンライズ・キングダムのキャスティングディレクターの目に留まったことから、最終的に当該作のレッドフォード役として配役される。それから、ダンテ・アリオラのアイ・アム・ニューマン新しい人生の見つけ方、ジェイソン・ライトマンの囚われて夏、テリー・ギー・リアムのゼロの未来といった映画に出演する。2014年、ウェス・アンダーソンの映画、グランド、 ブダペストホテルに亀名を出演。マイケル・クエスタの映画、キルザ・メッセンジャーに出演し、肯定的評価を得る。ケネス・ロナーガンの2016年の長編映画、マンチェスター・バイ・ザ・シーで、インディペンデント・スピリット賞助演団優勝、全米映画俳優組合賞助演団優勝、アカデミー賞助演団優勝にノミネートされる。ありがとうございます。